ハルドラバーで大ヒット、リピーターが続出、レシーブが楽しい、究極のチャンスメイクラバー、アポロ5超極薄。皆さんこんにちは。こんにちは。ワールドラバーマーケットのグッチーとですね、今日はスペシャルゲストが来てます。あやのさんです。あやのです。こんにちは。あやログという YouTube チャンネルで海外の卓球についてレポートしたりとか、自分もいろんな海外のトーナメントに出た様子を発信しているあやのと申します。私の YouTube チャンネルもぜひ見てもらったりとか登録してもらえると嬉しいです。少ない力で下回転をしっかり持ち上げる方法を伝授します。ポイント1つ目はお腹でバックスイングを取ることです。で、下回転を持ち上げようとすると、例えば腰を回すとかお尻を回すとかで体全体がこう一緒に回ってしまう人が多いと思うんですけど、そうすると当たるポイントが体の後ろになってしまって、持ち上げるのにもっと力が必要になっちゃうので。で、女性とか私なんかはパワーがあんまないんですけど、でもそれでもお腹でバックスイングを取ることで体の前で打つことができるようになるので、膝とかお尻を回すんじゃなくてお腹を回すことでバックスイングを取ります。しまうと、ここから持ち上げるときにすごい腕の力が必要になると思うので、ラケットを体の前に置いた状態からお腹を回すと勝手にラケットも一緒に動くので、その反動を使って一つのスイングで打つ。1 1 1 2 1 2ではなくて1 1、遠心力でスイングをするイメージです。打球点を下げずに体の前でボールを打つことです。社会点の時結構抹っちゃいがちなんですけど、それは余計に力が必要になるので、